シーズン始まったばかりで、なかなか、はい、あの納得いくレースはあの、うん、なかったと思うんですけど、振り返ってみていかがですか。そうですね、まああの一生懸命やってる中でその中での失敗なんで、まあ今日非常に悔しいですけど、まあ、そこはしっかり受け止めて、はい、次の試合に向けてやっていきたいと思います。非常に男子やり投げ層が厚い種目になってきてると思いますけれども。そうですね、なので、まあ、なおさらこういい大会になるかなと思ってたんですけど、まあそれぞれ、の選手が、まあ、今日は、まあ、課題ができたということで、まあ、次は日本選手権ですから、そこに向けて、まあ、それぞれの選手がやってきますから、まあ、僕も、まあ他の選手はしっかりやっているというふうなことをですね、意識しながら日本選手権までやっていきたいなと思います。韓国とアジア大会はどうですか。そうですね、まあ、日本選手権で、まあ、選手は決定しますから、はい、まあ、今は日本選手権にしっかり照準を合わせて、で、まあ、今年の最大のテーマがアジア大会ですから、はい、そこでしっかり連覇っていうのを、うん、期待してます。意識してやりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。